こんにちは、ニコイチ夫婦のベックです。観葉植物が部屋にあるととても癒されますよね。我が家も植物たちの成長を眺めて癒しをもらっています。少しずつ増えてきた観葉植物ですが、今回は我が家で育てている観葉植物の育て方や管理の仕方についてご紹介したいと思います。概要欄に目次をつけますので、よかったらそちらも使ってください。それでは行ってみましょう。まずは何度か紹介しているフィカスウンベラータ、実は1ヶ月ほど前葉っぱをすべて切り落としました。というのも葉っぱがシワシワのものが多くなって、穴が開いているものもあったので、園芸店で売っているものと比べても明らかに弱っていたんです。急いで調べてみたところ、葉っぱをすべて落として復活にかけるのが良いということで、実際にやってみました。ようやく少しずつ葉っぱが増えてきて、葉っぱにもツヤや厚みが出てきましたので、少しホッとしています。それからは葉水の回数を最低でも1日に1回やって、乾燥を防いだり水やりのタイミングを調節して育てています。水やりの目安ですが、土の表面に少し指を刺して、指に土がつかなかったら水やりをするようにしました。今回の場合は指に若干土がついたので、まだ土に水分が残っているので水やりはしません。その他にハイポネックスという液肥を使って週に一度のペースで液体の肥料を薄めてあげています。こういった肥料はあげすぎると逆効果になるようなので、与えるペースと薄める割合を守るように注意しています。我が家のドラセナはドラセナジェレという品種で、竹のような濃い緑色の幹に先が尖った葉っぱが上に向かって生える植物です。ドラセナは幸福を意味する花言葉があって、風水的にも活発な良いエネルギーを出すのだそうです。そんな我が家のドラセナジェレですが、今年の夏で元気に成長していて、てっぺんからも新しい葉っぱが生えてきました。一気に成長したことで樹形が少し気になります。横にぴょこんと伸びた葉っぱは剪定していきましょう。この植物の剪定は葉っぱが生えるところから切ったり、葉っぱの先を尖るような形で剪定をしています。今回は長さを調節したいので、先を尖るように切ります。そうすると他の葉っぱの形と見た目が似るので、違和感なく樹形を整えることができます。他の植物と同じで直射日光が当たると葉焼けして茶色に変色してしまうので注意です。自生地では20メートル以上にもなる立派な樹木で、成長すると名前の由来であるワインボトルのような形になるそうです。日光を好む植物なので、春から秋は定期的にテラスに出しています。上からちょびちょびと生えてくる葉っぱがなんとも可愛らしいやつです。ただ直射日光に弱くて、うっかり真夏日に外に出していたら葉っぱの先を葉焼けさせてしまいました。特に新しく出たばかりの葉っぱが弱いので、かなりの枚数やられてしまいました。家の中ではエアコンの風が当たらない場所に置いています。水やりはウンベラータと同じ要領であげていますが、昨年も暖かい季節に急に成長期に入ったので、とても元気な植物だと思います。観葉植物の定番モンステラ、特徴的な形の葉っぱがインテリアグリーンとしても映えますね。光が届きにくい部屋の中央でも育ってくれるのはありがたい点ですが、伸びる方向をコントロールするのが難しいです。中には真横に生えている葉っぱもあるので、我が家では茎の根元をケーブルをまとめるテープで固定しています。気根という根っこのようなものが生えてくるのも面白い特徴ですね。長い気根は土の中に潜らせて支柱の役割として使っています。こちらも人気の観葉植物ですね。園芸店などでもよく見かけます。これは葉っぱの濃い色合いが綺麗だなと思って迎え入れました。今はキッチンカウンターに置いて楽しんでいますが、本来は直射日光の当たらない日当たりの良い場所の方が株が大きくなって健康に育つそうです。最近では週に 1,2 度天気の良い日にテラスの日陰に置いて外の光に慣らしています。葉焼けをするとせっかくのいい色が台無しになってしまうので、気をつけないといけませんね。
フィカスウンベラータは剪定するたびに挿し木をして増やしています。今回は元株のフィカスウンベラータに使ったハイポネックスの効果を知りたかったので、こちらを使って比較してみました。左の鉢は液肥を全く与えなかったものですが、色も薄くツヤもあまりない様子です。右の鉢は液肥を2回あげています。鉢の大きさが違うので正確に比較とはいきませんが、葉っぱが明らかに大きくて色味も濃くてツヤもあると思います。ただ厚みがなくペラペラの状態なので、無理やり大きくしたといった感じが出ていますね。この幹に対して葉っぱが大きすぎるので、後ほど剪定はしますが、液肥の効果をすごく感じました。肥料をうまく使って植物と長く付き合いたいものです。最近園芸店で購入し迎え入れました。上から見ると放射状に広がった葉っぱがとても綺麗な形をしています。作り物かと見間違えるほどツヤ感があるので、キッチンのそばに置くと綺麗で楽しめそうです。ほとんどテラスで管理して日光浴をさせているネオレゲリアですが、筒状の葉の間に水を溜めておくのが良いそうです。植物が増えてきたこともあって、植物についているカードはそのままにしています。このカードがあると見た目は良くないんですけれど、枯らすよりは良いのかなと思いますので、慣れてから外したいと思います。あの NASA お墨付きの空気清浄効果がある植物です。二酸化炭素を吸収して酸素を出すことでイオン効果があり、寝室に置くとよく眠れるんだとか。そんなサンスベリアですが、2年ほど前に迎え入れてからずっと同じ鉢で育ってくれています。ちょっとかわいそうなので植え替えしてあげたいですね。少し下の葉っぱも元気がない感じがします。肉厚なので多肉植物のような感覚で育てています。苔玉で育てているインドゴムノキ。苔玉で育てると成長が遅いので、あまり大きくしたくない場合に適しています。管理も楽で、水がなくなったら追加するだけ。確か雑貨店でビーカー入りのものをそのまま購入しました。森林サボテンとも呼ばれるリプサリスは少しずつ成長して長くなっています。こういったわさわさ生えている植物は表面を定期的に撫でると強く育つなんてことを聞いたことがありますが、本当なんでしょうか。時々撫でてあげてます。気温が高い日に外に置くとしぼんで枯れてしまうので、その日の気温に応じて中と外で管理をしています。葉っぱに水分を溜めているので水やりはこまめにせず、週に2度程度に抑えています。水が足りないとすぐに元気がなくなるので、分かりやすい植物ですが、ワイヤーのような細長い茎のように繊細なやつでもあります。外に植えている方もいるので日光には適しているはずなのですが、我が家のものはすぐにしおれてしまいます。水分をよく吸っているのか、水やりした後も数日すると土が乾燥するので毎日のように状態をチェックしています。もっとボリューム感を出したいのでこまめに管理したいところです。グニグニの曲がった葉っぱが特徴のホヤコンパクタ。視聴者さんからのコメントでホヤとつく名前の観葉植物を知って迎え入れました。大きくなるとこの枝が伸びて長く葉っぱが垂れるはずなのですが、なかなか成長している感じもなくつまずいています。他の植物と同じように葉水をしていたのですが、この植物は乾燥地帯が原産のようで過湿を嫌う性質があるようです。鉢も小さいので大きくするには植え替えと湿度の管理などを工夫したいと思います。硬くて上に伸びた葉っぱを持つこちらの植物、先ほど紹介したサンスベリアと同じように空気清浄効果もあって、大きなものを部屋に置くと迫力がありますね。こちらはハイドロカルチャーといって、土を使わず人工で作った石を土台にして水で育てる栽培をしています。穴のない鉢に水を溜めておいて、水がなくなって 2、3日経ってからまた水を足すようにしています。
これなら部屋の中で育てていてもそこまで汚れずに済みますね。サボテンは迎え入れて間もないのでまとめてご紹介します。ダルトンの横長のコンクリート鉢に2つのサボテンを寄せ植えしています。こちらは外に置いているのがほとんどです。次のサボテンはこちらですが、これは下の方がすぼんで枯れています。正直この部分は復活しないと思いますが、上の方は緑のままなので最後まで育てたいと思います。一番大きなサボテンは龍神木というサボテンで、きっかり週に一度の水やりをキープしています。サボテン用の土は大粒で水はけが良いので、正直指を刺しても状態がわからないので、これも説明カード通りで管理をしています。こちらも観葉植物の定番のパキラ。この太めの幹と生い茂った葉っぱがまるで一本の木のようで、シルエットがとても綺麗です。育て方は他の観葉植物と同様ですが、葉水の回数は少し多めにしています。前回の動画でもご紹介したラタンプランターと相性が良くてとても気に入っています。我が家のハンギングプランターの一つ、フレボディウムブルースター、枝分かれした葉っぱが見ていても飽きません。また色味も青みがかったグリーンで綺麗な色合いをしています。かなり生い茂ってきたので、中ほどにある光が届きにくい葉っぱは少しだけ剪定をしてあげます。迎え入れた当初の穴の開いた鉢の周りに麻紐をボンドで固定してインテリアに馴染むようにしてみました。最近鉢植えから水苔のハンギングに植え替えをしたコウモリラン。水苔で育つのかなと少し不安でしたが、今までのようによく育ってくれます。飛び出した葉っぱの根元にある貯水葉と呼ばれる葉っぱですが、水を吸収して溜めておいたり根張りをするための重要なものです。色が茶色くても枯れているわけではなく、しっかり水分を吸収してくれます。結構加湿を多くして葉っぱが乾燥しないように育てています。あとは水苔がしっかり乾燥して1日か2日ぐらい経過したタイミングで水を張ったアヒルちゃんバケツにドボンとつけています。別にアヒルちゃんじゃなくても良いです。それでブクブクと気泡が出始めるので、気泡が出なくなったら引き上げて水を切っています。部屋の中にあるとついつい忘れがちなので、状態チェックを欠かさず行います。いかがでしたでしょうか。ここまでご覧になる方は相当な植物好きな方だと思いますが、我が家はプロではないので試行錯誤しながら植物と付き合っています。植物から癒しをもらっているので、その分いたわってあげて元気に育てて、インテリアとしても楽しみたいものです。もしよかったら植物に関するコメントもお気軽にお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。